今日もいきましょう、名言。脳のリミッター外してワクワクだらけにしていきましょう。人生楽しくしていこう、毎日を楽しくしていこうね。よし、ここだ。あ、このページまでやったな。ここだ。うん、多いよ。なんだかな、このページ始めるのは。前向くために横道それたいこともあるよ。尾形真理子さん、コピーライター。あ、乗らないと損だと思える提案をせんよ、神田正則さんね。神田正則さん、昔一緒に講座やらせていただきました。なるほどね。うん、挫折じゃないさ、左折さ、左ね、左折さ、ちょっと寄り道がいい道かも。うん、まあね、読み人不詳。チャンスがないなら自分で作り出せ。うん、なるほどね。稽古は本場所のごとく、本場所は稽古のごとく、双葉山元横綱。うん、どれでいこうか。稽古は本番のごとく、本番は稽古のごとく、双葉山元横綱。これで行ってみようか。何喋ろうか。まあでもそうだよね、稽古の時こそ本番のような気持ちで臨んで、本番の時はこれは稽古だと思うぐらいリラックスしてやれってことだよな。本番の時ってさ、テレビとかの本番ね、俺も長年いろんな人の本番も見てきたし、自分も本番に何度も出てるけども、生放送とかも出てるけれども、本番の時ってよく芸能界でさ、心が折れるって言うんだけどさ、心が折れる瞬間って見てて分かるんだよね。あ、今心が折れたっていうのが、タレントさんの自信がなくなる時があるんだよ、ふと。うん、俺とかもなんか喋ったりしてる時にふと自信がなくなりかけると、なんかね、それのなんかこうエキスというかね、なんか分泌物がこう空気に出てる感じが分かるもん。なんか、あ、今俺が一瞬迷って自信をなくならした感じが伝わったっていうのが分かっちゃう。うん、それでこう周りの人の顔見ると伝わった顔してるよ。あ、ごめん、すげえ抽象的なこと言っちゃったな。まあいいや、自信を持つってことなんだよ。自信をなくした瞬間に、うん、テレビの芸能人とかで言うと心が折れるって現象が起きるんだよ。あ、うんうん、心折れずに行こうよ、心折れずに行こうよ。うん、とにかくやってる時は自分が最高、世界で一番のパフォーマーだと思ってやろうよね。皆さんというか、あなたもあるでしょ、なんか人前に出て喋るとかさ、何かを発表するとかさ、誰かに何かをこう説得するとかさ、まああるじゃん。そういう時は内容はもちろんのことなんだけれども、それを喋るあなたの自信が一番大事。うん、バカみたいな自信でいいんだよ。うん、内容の良し悪しはもちろんなんだけど、それを上回るぐらいあなたがどれだけ自信を持って生き生きと、そしてワクワクと喋れてるかが大事です。ね、まああんまりね、こう人前でというか誰かに向かって喋る、仕事上喋るチャンスが多くない人もいるか。でも案外みんな喋るの大事だよね。営業だって、物を売るんだって、普通に企画を説明するんだってね。自信持ってこう、大丈夫、空自信で OK、 空自信がそのうち本当の自信になる。うん、ということで、常に物事を発するとき、言葉どうやらなんて文章でもいいや、物事を発するときは自信を持て、必要以上の自信を持て。あなたはできる、大丈夫だ、できる子だ。頑張ってこう。あなたでした。